れ様です。ちょっと投稿しよう。投稿するのやってなかった。ありがとうございます。写真集の予約ありがとうございます。イエーイ。あ、何これ、なんかすごいメタル。見ましたか、ありがとう。シルバーシルバーシルバーウィークってこと。ありがとうございます。予約できましたか皆様。広島はね、あの現地に行かんと予約できんけど、東京の方はローソンチケットさんでできますので。イエーイ、ありがとうございます。楽しみにしてます。イエーイ。予約できた？遠いです。予約断られた？え？予約断られた？ということはなんじゃらほい？ということはなんじゃらほい？え？もうないってこと？そういうこと？じゃなくて普通に時間的な感じ？時間帯的にってかってことかな。あ、6時までに今度ダメ。そっか、10時から18時よね。そうなんよ、時間があるんよ。うん、そうなのそうなんよ。申し訳ないです。そうみたいです。諦めずに予約してくれたら嬉しいです。うん、完売はねどうしたら嬉しいけどもどうでしょうかと。でもそう、今日ちょうどさ、ちょうどね、あのそう今日公演があったから、あのそう、そう多分それあのなんかタイミングがね良かったのかな。公演の前に予約しに来たよみたいなだって、うん、宣伝、あ、宣伝してないわ本当だ本当や、全然宣伝してなかったわ。ちょっとありがとうございますね。でもそう、予約したよってなんか調べたらあったりとか聞いて安心しました。
嬉しい。本当だ、たくさん星が。毎日チェックしてます、ありがとう。訳した、わあ、なんかめっちゃ可愛いがいっぱい。つれけんさん、ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ可愛いいっぱい、ありがとう。ちょっと今日お腹鳴るかもしれん、まだご飯食べてなくて。めっちゃ可愛かった、ありがとうございます、嬉しい。電池切れだった、あらま、そっかそっか。こっそりペンライト振ってました、ありがとうございます。こっそり仕事中だったので書き込んで予約できました。おお、ありがとうございます。宛名何にしようかな、ね、何にする、いつもなってる、うん、確かに。今日も最高に可愛かったよって、ありがとうございます。やったやった。アドレナリンってすごいね。筋肉痛が分かんないもん、今痛みがなくて筋肉痛。あ、でもね、ちょっと調子悪くなってさ、公演前に薬飲んだの、それもあるかな。筋肉痛、あのね、内ももっていうのかな、結構ロボヤン手前のバキヤンでした。まあちょっとね、ずっと運動してなかったからね、アドレナリンめっちゃ出やすい。私公演前からちょっと出てたもんね、アドレナリン。なんだろう、なんかすごいドキドキっていうか、なんか落ち着かんくなるよ、あれやだ。アドレナリンですよね、なんかそういうのって。緊張なのかな、わかんないけど、緊張なのかアドレナリンなのか、何なんでしょう。でもステージ立ったらさ消えるんだよね、ドキドキは。気圧すごかった。してからそうなんよね、全然運動してなくてから、それやね。つりけんさん、ありがとうございます、イエーイ。公演もありがとう、予約もありがとう、ラブトリのさやかちゃん本当にいいんです、ありがとうございます、嬉しい、やった赤ちゃん。予約したよ、ありがとう。なになに、予約しすぎて。ありがとうございます、ボス。
HMV さんはその場で購入した写真集郵送できるのか。どうやるか。待って、ちょっと聞いてみるわ。聞いてみる。そうだよね。あのねこれいつだろうな。多分もうそろそろね、詳細を話せる日が来るので、その時にまた一緒にアナウンスしたいなと思います。郵送できないって書いてあったような。ちょっとまたそれを聞いてみましょう。このイベントのねことの詳細とか多分言える。私まだ何も知らないんだけどがあると思うので、そう、私まだ知らん。申し込みました。私ありがとうございます。イエーイ。お楽しみにお待ちください。ST48 ハッシュタグチャートリー、ハッシュタグハーフツイン、今日ハーフツインです。どれぐらいの重さ、どうなんだろうね。写真集でも結構一冊で結構重いよね。100何十ページくらいあるから、広島の方はなんだっけ、なんか郵送ネットのなんかコーナーみたいなものがあるのか。そうだよ、100なんだっけ、112ページだっけ、112ページ、すごっ、ぴったりだけんあれよね、イベントリュックとか重いものをこう持てるやつがいいね。トートバッグとかリュックがいいかな。キャリーキャリーもいいね。軽いもんね、キャリーに入れたら。リュックもね、そう、肩で結構重いと思うけど。そう。ありがとね。トートバッグはちょっとむ、あれ？すみません、なんかわからん、皆さん。皆さんのあのあれでありがとう。そうだね、ちっちゃいバッグ、あのね、カバンに入れたい方はね、ちっちゃいバッグだったら入れないから。ありがとう。そうだね、手に持つのも手に持つのはまあね、いい
って思いますけど。やはり、ん？あれ？えい。投稿したわ。後で見てみて。よし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 、オッケー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 。通知来た？すごいね。イエーイ。貼り付けて貼れるかな。ちょっと超強力なテープ買わんと。そう、今日アリさんと、そうなんよ、お揃いだったの。あ、ハーフツイン、いつもと違うの。あのねこれ絶対にね誰もわからんと思う。いつもと違うハーフツインやんだけど絶対わからんと思う。本当にちょっ、もう本当にちょっだから。生サワヤン可愛かった、ありがとう。あのね、もうね、ごめん、本当にちょっと過ぎてごめんやけどね、あのいつもこう全部をあげてるの。でも今日は途中からあげてるんですだからこうもできるし、まあちょっとこう隠すこともできるという。すみません、本当にちょっと過ぎてごめん。だから本当にそう、すみません。いや本当に本当ごめん。そうなの、ははは、本当にそう。いや本当にこんばんは。うんなんかそう、あのね、しかもここのちょうどいいよね、ここ、こっからピョンってするのがちょうどよくない？今日のメイクさん、メイク、あの髪型してくださった方を、あのすごい私のことを知ってくれている方で、いつも私のベストの方法を考えてくれるんですよ。なんかいつも私ここをハーフツインってなったら、こうなったらなんかこう、ん？こう絶対こうしてん。でもそう、どこがいいかなーって。そういつも顔が可愛いって言ってくれる人うん、いつも言ってくれる人ありがとう予約しました、ありがとう、嬉しい、久しぶりに話そう。そうなんよ、ありがとう、嬉しい。そう、そうなんよ、褒められ、褒めたら伸びる
見られたら伸びるタイプ。そう、何も言われんかったら落ち込むタイプ。ありがとうございます。そうだね、毎日褒めてくれたら喜びます。思ったらね、言ってくれたら嬉しいです。やばい、笑い方。叱られたら持ち込むよ。そのまま。別になんか怒られたらさ、燃えるタイプもおるやんかなーって。でも全然私も落ち込む。そうなん。燃える。ありがとうございます。面白い。いい、確かに。なんかサーヤンに怒られたいっていう方も時々いらっしゃるね。ラブリー。メイクのポイント、今日はとりあえず目をキラキラした。目のキラキラは自信につながる。寝不足だからちょっとあれだけど、目力がすごかったですか。確かに今日の公演は目力多め。みんな怒られたい。みんな怒られたいの。怒りたくない。半々かな。じゃああんま怒んないよ私。あんま怒らんタイプ私。怒られたい方は言ってくださいな。すいません、ちょっと笑っちゃった。そう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 、ガチ怒り。そうだね、ガチ怒りはちょっとあれだよね、ちょっと辛いよね。うん、確かに確かに。いや笑っちゃう。いや震えちゃうよね。面白すぎる。そうね、そうだね。かわいい、かわいい怒りね。オッケー。オッケー。面白すぎる。確かに怒らんよ。爽やか、涼しく、可愛くだから。予約した、ありがとう。確かに申し込んだ、ありがとう。あ、お話し会もありがとうございます。なんか完売が増えておりました。ありがとうございます。
ありがとう。そうなんや、また明日言うね、メールに送る。今年も本当にいっぱい会えそうで嬉しいな。そうなんだよね、やっぱね、すごいね、本当にありがとうございます。確かに早く会いたい、お話ししたい気持ちはあります。お話ししたい気持ちはある気持ちはあるんだね。そっか、ポチった。ああ、それちょっとあれけんね、高画質だ、高画質頑張らなきゃ。それちょっと私変えてんけど、それちょっとありがとうございます。みんな同じ気持ちね。あ、そっか、今日発売。かわいい、ありがとう。今度こそありがとうございます。私も皆さんとお話ししたいんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、新しい携帯ね、買おうかなって思ってるけど、どうしようかな、ちょっと買い方をどうしようかなと思ってますド緊張、いい緊張だね。大丈夫、うん、そうなんよ。今のやつも、バッテリーがね結構86ぐらいになってるから、もう買い時なんかなって思っとるよね。83だ、今83です。そう、そうなんよね。そう、もう携帯がないとさ、なんかあれだよね、アイドルって携帯ないとね、あれだね、大事なの。本当に、バッテリーがダメになっちゃうな、やっぱりな。結構私すぐダメにしがちなんよ。80を下回ったらもう買い時らしい。もうすぐで買い時来る。多分ね、私急速充電ないよ、今使っとうのが。多分それで、まあそうだよね、確かにみんな使うもんね、携帯。そうそうそう、発熱ね、発熱、そうだね。結構カメラ写真パシャパシャ撮ってたらね、すぐ熱くなるんよ。それもあるんかな、意外と。あー、
ゲーム、確かにゲーム結構使えそうだな。確かにそういうショールームが、そうなんよね。テザリングやっぱりあれなんだ、バッテリー使うんだ。確かにショールーム配信は使うよね。そうなんよ。もう必需品になったもんな、携帯も。いやもうさ、前まではさなんかなんだろう、高校生がなんかよく使っててさ、なんか携帯ばっかしてみたいなさ、そういう感じじゃなかった？高校生とか中学生とか、なんか学生が使って、それが今やもうね、電車とかさみんな使ってるし、待ち時間とかなんていうんだろう、 SNS で携帯で情報を知るようになったし、変わりますね時代は。いやそう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 なんですよ。ねえ確かにね、そうなんよね。現金持たなくてもね、もう出かけれるようになったし、もうそうなのよね。自動販売機ぐらいかな使うのは。自動販売機はもうピッてできるしね。そうね。めっちゃ便利。そうなんよね。でもいざという時やっぱり必要やしね。たまにあるよね、現金かカードのみですって時々あるからな、それもそれで。へえ。あ、へえ。そうなんだよね。携帯なくてもさ、まあ生活は、まあ、できるんよねできるんよ。ガチャガチャは、いやガチャガチャはね、いやキャッシュレスじゃない、それはもう違うね。そうなんよ。そうなん、そうなん。ガチャガチャやっぱこう、ま、ね、入れて回してがいいもんね。でカプセル出てきてみたいな、あれがいいもんな。キャッシュレス対応もある。嘘
え？うさガチャガチャもピッてしたらガチャガチャってしていいってこと？確かにキャッシュレスでゲーム、クレーンゲームとかできるってなったらもうあれだね、もうさ手持ちなくなったけん、ああもうできるわみたいなのあったけどさ、もう全然やばいよやばいよやばいよ。まあ確かにね、手間がないからな。うわーそっか、すごいな、ガチャガチャ今すごいもんな。うん、なんかお弁当のガチャガチャとかあるもんね、お弁当とか洗剤とか、もう本当にリアルな、なんかちっちゃい模型みたいになって、確かに申し込んだ、ありがとうございます。そう、あのガチャガチャのやつ。そうなんよ、あこれ知っとるわみたいな、食べたことあるわみたいな。あそう、模型模型、私がね、そうあれよ、最近これ欲しいなと思ったやつ、あのね瓶の蓋のポーチのガチャガチャ。そうポーチ好きなんよね、うん、瓶のガチャ、なんか牛乳飲まんけど牛乳瓶の蓋とか、なんかなんだろうね、そうなんかいいんですよ、レトロ、そう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 。これ何が入るんかなってぐらいの、でもちょうどいい時あるよね、それが。あとあれドラゴンボールのドラゴンボールのガチャガチャがあってさ、何だったかな、センズがあって、あとなんかの種、あとねスカウター、スカウターとか、そう、あカプセルはなかったな、センズと何だったか、何かの種、何だったかいね、栽培マンの種かな、スカウター欲しい。なんか欲しくなったんだよねあれ。でもそう、それがあのそう持ってなくて、手元にキャッシュレス対応でもなかったからできなかったんだよね。そうなんよ。あ、トランクスの剣、それも、あ、剣なんだろう、剣もあった。
でも私何のことか思い出せんで、確かに持っとったねみたいな確かに持っとった。あ、そう、亀仙人の甲羅調べたら出てきた。そうなんよ。あ、やっぱりフリーズね、そう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 ね、そう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 パパパパパパパって切ったやつか。あれか、思い出した。いや違う、一瞬ね、ネタバレになるかなと思ったけどさ、もういいかなあ、ダーブラのクッキー、そう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 、それもあった。それもなんか、まあこれもいいなと思ったけど。もうネタバレもういいか、すいません。そうなんよ。ねえ、あれ時間忘れるよね。あの、いっぱいあるとこ行ったら、でくるくるくるって上に投げて体斜めにしてシャキッと押さえたやつ、すごいめっちゃ詳しいやん。戦闘力何かな。1 私戦闘力1。なんかも、なんか持ってたら増えるかも。じゃあ2かな。2、そっか。そうだね。そう、でもそう、ステージに立ったらステージに立ったら、上がるんじゃない。待って、面白いめっちゃ面白いんだけど、なんかそうだよ。そうなんよ、進化するからな。そうそうそうやばい。あ、今日前髪切ったんよ。前髪切ってもらった。
髪が伸びておってな。うん。そうだよ。あ、切った人おり。みんな切ったん。トークテーマが前髪切った人、あーそうなの？じゃあ私も切りましたね。あらま、いやちょうどそのそう先輩方の MC の時は私頑張って着替えておったので、あら外れ。面白い。あらもこの長さが一番あれやちょうどいいわ。視界が見えるからね、雪です。うん、前髪、うん、なんか目にかかったらすごいなんか気になる。似合う。来週の イエーイ。やったー。サザエさんって面白いよね、本当に。なんかすごいんだけど、3テーマあるよね、毎回で毎週あるでしょ、すごい。仲良かったです。嬉しい。あ、うん、なんかね、そうなんか、うん、ハハハハってなるような物語よね。同い年なん、私サザエさんと。23歳。じゃあ年下や。24歳。あー、同い年だ。23歳。あー、年下や。じゃあサザエさん年下なの？あーじゃないのよ。あーって何？何ですか？アナゴさん28歳。
え、アナゴさんってあの方よね。そうなの？待って、本当にそうなんだね。ふぐだくんでなんかわかるんだけど、すごいね、そのセリフだけでさ、なんかわかった。すごいなんか上司のように見えるからさ、すごい上司に見えるんですけども、そうなんだね。波平も若いよね。呼び捨てを呼び波平さんを呼び捨てにしてるの面白いな。私波平さん呼びよ、呼び捨てではないと。確かに何歳なんだろう。54歳。あ、へえ。No。 いや、あんまり呼び捨てしてないかも私。ワカメのことは呼び捨てしてるわ。ワカメとカツオのことは呼び捨てしてるわ。そうそうそう。やめたがいいかな。やめたがいいですか。逆に逆に、え、逆に逆に、え、あ、逆にですか。すみ、なんかちょっと認識が、あ、そうですか、そうですか。あら、あらま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 。え、そう、同い年って思ってたからさ、全然あれだけど、そう、同い年、あ、そっか。皆さん、あれ、わかめちゃん好きなんだね。皆さん、それはそれはなんか今よく分かったよ。わかめちゃんのことは好きって。相当ヤバい人らしい。え、そうそうなんですか。相当ヤバい、気になるな。相当ヤバい。面白い。あー、そっか、確かにね、そう言われたらなんかそう、そっか、なんか思い当たる節があるけど、いや、ワカメちゃんはさ、なんだろう、すごいいい子よね。伝わってくる、いい子なんだなって。
すごいいい子。申し込んだ、ありがとう。へえ。面白い、笹井さんトークで盛り上がったわ。笹井さんトークの盛り上がりを見せました。よいしょ。すごいよね、国民的アニメ本当に。面白すぎる。忘れちゃダメ。いや本当よね。うん、ドラゴンボールからのサザエさんのすごい国民的なつながりで、確かに。再放送福岡にあるね。あるある、うん、あるみたいですね。ドラゴンボールね。面白い。本当よね。でもそう、ドラえもんも、ドラえもんの漫画も見てた私。ドラえもんの漫画、そう、ドラえもんとあとコナンくんでしょ。アニメでも見てたけどね。でも漫画でもあったんだよね、なんかだからなんか買ってたな。ワンピースはあのね、そうなんよ、あのアプリで、ジャンプなアプリで全見れた時があって、その時に見たね。うん、ちょうどそうなんよ、全部読んだ。すごい感動した。結構移動中に読んでたんよ。だから結構移動中になんか泣いてる人みたいになって、なんか泣いてないみたいな。え、泣ける泣ける。やっぱ仲間思いだし、みんな結構そういうのは結構私ね来るんですよ。人が人のことを思ってみたいなことか、結構
そうなんですよ。でももう一回見たいな。あれは何回読み返してもいいね。そうだよ。なんか新幹線ってさ、なんか時々なんか泣いちゃう時あるわ。時々泣いちゃうわ。そうなんや。いいね。いいですね、やっぱりそういう何かこう感銘を受けるというか、いいですね。もう最近そうなんや、またね、私結構ドラマ見るの好きなんですけど、最近まただんだんと最終回になってきてさ、寂しいわ。次は10月かな、始まるのは。学んだこといっぱいあるね、漫画から。めっちゃあるわ。ドラマいいよ。なんかね、こう今のアイドルっていう境遇にあった時の話とかもあるし、ああそういう考え方があるんだなーみたいな風に思ったりする。うん。同じようにこう何かを夢を追いかけてる人とかの物語とかね、重なる時あるよ。熱いのいいね。うん、そんな考え方あるんだみたいなのいいよね。学びますよ、本当に。いや、わかる。涙腺、うんね、そうだよね。すぐ泣いちゃうようになるからな。クレヨンしんちゃんも泣けるよね。絶対泣いちゃうんだよね、クレヨンしんちゃんも。CM で泣くことあるの。CM か、確かにな。一番泣けた漫画、ね、なんだろう、一番泣けた漫画、泣けた、なんだろうな。
結構小さい頃から読んでるからな。なんやろ、でも一番最初に衝撃、漫画を見て衝撃を受けたのは覚えとるん。結構昔の漫画なんですけど、タッチっていう漫画を、なんかなんでだろう、なんか家にあって読んでてそう、野球漫画なんだよねそうなんよ、なんだろうね、なんか買ったのかな、全巻セットがあって買ったのか、多分お父やんがおすすめしてて買ったのかな、なんか全然そこら辺の記憶があれなんだけど、でもあれは初めて見て衝撃を受けた。そう、あの、そう、あの、そのまさに嘘みたいだろうのところでえってなったんよ。そう、綺麗な顔してるだろ、そこです、そこです、嘘みたい、嘘みたいだ。で、あの電車が通ってるところのあの下にあるトンネルみたいなとこで泣いてるシーンとか、うわーって、うわーってなった。橋の下そうそうそう、みなみちゃん、いや、みなみちゃんが可愛いよ可愛いのよ、あの子可愛いし、何でもできるし、すいません、ちゃん付けしちゃってすいません、みなみさん、みなみさん、いや、みなみさんって言ったらもうあの、石田みなみさんみたいになっちゃう感じが違うけど、いや、そう、みなみさんも可愛いけど、そう、そのみなみ、なんて言ったらいいのかいや、可愛いのよ。で、なんかさ、新体操をしてて、リボンだっけな、新体操をしててさ、あれ見て私もしたくなったよね。うん、憧れてた、私もリボンしたいなされやすいですね。結局しなかったけどね。ねえ。いや、あれもすぐできるのがすごいのよ。かわいいよね。あれかな？それは覚えとるわ。そこで衝撃を本当にえって言っちゃうって。な
でもできちゃう女の子よ。そう、ああね、時にそう結構いろんなの見たわ。衝撃の漫画、笑いの方ですか。アニメね見てないんだよね。アニメでも見てみたい なんか結構時々感動のなんかアニメのシーンみたいなやつで出てくるよね、電話のシーンが。見てみたいよね。電話か、すごいね。あれよね、家にある一つの電話だからさ、そこしかないんだよね。時代を感じますな。使ったことないかもな。黒電話は、公衆電話は使ったことある。そうだよ。そんなに黒電話って何年前だっけ。でも電話はありましたよ。あの置いてるやつと、このちょっとピッてできるものとか、いろんなとこに持っていけるやつ2つあった。そう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 、なんか腰になってる。あー、アイドルのテレフォンカードね。で今さ、もう置いてないもんね。新幹線からもなくなったみたいな、撤去しました。でも携帯をねなくした時ね、連絡手段がないんですよね。公衆電話がないと一人でね。私一回それで公衆電話かけたことあるもん。何円だっけって、その時小銭持とうてよかったな。なかったらもうやばかった。何円入れたら何秒とかね、あるもん。そうだね、そうなん、電話番号覚えとかな。ちょうど覚えとった時によかったけど、3分10円そっか、10円しか入らんのか。途中で切れるやつね。そうなんよね、怪しいよね。でもそうなんよ、よかったわ本当。
でもそう、テレホンカード最初ね使い方わからんくてね、結局ね一回も使ってないね。なんかお父やんにもらったことはあったけど一回も使わんかった。結局ただ持ってただけ。うん、そうなの？つながりやすいの？あ、でもちゃんとあるんやね、カードを入れる場所が。うん。もしもの時に持っとく。確かにね。もしもがあるからね、本当に。もうテレフォンカードだったらね、ちょっとグッズみたいなあれもあるし、こう好きなアイドルとかだったらね。でもそのね、お財布持っとかな。私のテレフォンカードあったら。グッズか。そうなんよね。へえ、自分の写真よ。へえ。穴が開くからね。なるほどなるほど。え、意外と欲しい。意外と。もしもの時にどうぞみたいな。いいねそれ。なんかの時に作りたいな。逆に欲しかったりする。時代は巡るからね。うん、いいね。ありがとうございます。ご飯、うん、全然。なんかね、お腹空いてないんだよね。ライブ後はお腹空かないんだよね。アドレナリンを抑えなければ。こんなに珍しいのかな。あんまりないかも。疲れる、あ、疲れたら食欲なくなる。確かにそれもあるのかな。でも意外と食べ始めたら食べるんだよね。そんなに。でもそう、疲れてるあの気持ちはないけどね。ね、なるほど。アドレナリンか。疲れたら、ね、寝る気持ち。おー、うーん、
私いつ眠いっけいつ眠、やっぱお腹いっぱいになったら眠くなるんだよね。あとやっぱ眠れない日が続いたら眠いっていうか、多分もう寝てって言われてる感じなんだよね。そうそう、今年寝るときにね、眠いって思いながら寝たことが本当に少なくて、よしよし寝るかみたいな。よし寝るかと思ってふーってなって、だからそう寝る時間がほんとずっと何かあって寝てない時はそのままスッてもう動いてないぐらいになるけど、全然休みが続いてる時はそっからずっと、なんか眠れるまで待つという、なんか眠いと思いながら寝たこと全然ない。移動中もなんか寝とかなーと思って寝るけど、眠いっていうか寝なきゃみたいな。そうなんだよね。眠い。お昼とかの方が眠いかも。お昼とか夕方とか。朝は弱いから眠いじゃないけど。車移動寝れる。うん、ちょっとずれてんのかな。ずれてるのかしら。夕方が一番眠いかもね。いつも眠い時期あった。中学校の時とかいつも眠かったかも。成長期成長期か。あれほど毎日眠い時はなかったの。でも社会人の時も眠かったかも。社会人働いてた頃。規則正しかったからかな。あの時期は結構気絶が多かったかも。寝るっていう。もう気絶よ、あんな
眠いって思う前にもう寝てるもん。うん、なんかそういう回復みたいな、寝るっていうか回復。そうだからほんと毎日、今違うけどさ、毎日こう同じ時間、早い時間にこう起きている方すごいなーと思う。うん、私も結構バラバラだからさ、すごい同じ時間に家を、多分このそうすごいたくさん出勤してる方がいる時間帯とかに家出たらね、わーってなる。みんなすごいなーって。みんな頑張ってるかなー。通勤だしね、ありがとう。ね、みんななんかもうね、お仕事に行ってるんだなってなるよね。すごいなぁ、ほんと。満員電車はでも、あ、いや、なんだろう、多分乗ったことはないかも。すごいすごいよね、すごい、これ以上乗れませんみたいな、なんだろうっていうのには乗ったことあるけど、なんか嘘でしょ、運転のは乗ったことない。うん。もう限界を超えてるやつは乗ったことないね。浮いてるんだね。でも乗らんともう無理だもんね。だって。息ができんくなるよ。いや、すごいよ。みんなすごいんだよ。てをなんかその見てると思ってる。そうだよね。無理やりドアを閉める。すごいわ。ぎゅうぎゅうにするんだ。ぎゅうぎゅうにしたら入るんだね、逆に。それもすごいけどね。それも逆にすごいよ。みんながさ、いや無理無理無理って思うじゃん。
でもこうぎゅうぎゅうにしたら入るんだみたいな。だからさ、降りるとき大変だよね。逆に一回このこれをさ動けないよね。降ります降りますって言わなきゃ。だからこのまんまさ、こうなんかワープできる風にしたいんだけど、そうなのよね。あ、確かに押し出されていく。降りますって言わなきゃ。そうなのよ。ガラスになんかこうなるやつね。アニメとかでよく見るやつね。いや、そうなのよ。でも降りますって言ってさ、結局降りれんかった時さ、どうなるんやろね。周りはもう気づいとるやん。あ、この人降りれんかったみたいな。そういうこともあったりするんか。いや、そうよ、何もなかった顔して次の駅で降りるしかない。でもそれがずっと続いていったらさ、この人どうなるんだろうってなるよね。今すごい想像でしか言ってないけど、いや、そうなのよ。今すごい自分がそうなったらどうしようってなっちゃった。あるあるなのかい。え、あるあるなの。いや、どうしよう、そうなったらみたいな。そう思ったらちょっと、東京は線によってあるのかな、ここはやばいみたいな。いっぱい線があるもんね。何が何でも降りるぞっていう気持ちがないと。へえ。すごい。中央線、品川がすごい。品川か、なんかすごそうなイメージあるわ。田園都市線、埼京線、総武線、もう今見た感じもうどの線もやばそうな雰囲気があるんですけど。確かにね、なんか全部じゃないもん。今見た感じなんかいっぱい複数出ました。あ、総武線か、ごめんなさい。なんかそうですね、今見た感じなんか逆にやばくないとこはどこなんだろうと。もう全部やばいんだね。まあそうだよね、人口がね多いからな。確かに。確かにみんなが多分ね、大勢が降りる場所だったら流れに沿っていけるけど、そうだな、そういうことか。確かに確かに。
そうなよね、逆にそうなのよ。東京はこうどれも満員だけどいっぱい来るんだよね。こんとこがね30分に1本がギリなのかな。でも30分に1本それ逃したらもう結構もう状況によってはもう絶対に遅刻だからな。交通手段があればいいけどね、2つぐらい。1時間に1本はもう絶望よね。そう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 。でもどっちも混んでんだよね。1日に1本1日に1本だともうなんかどういう計画をしたらいいか分からんね。確かにな。ペダルこいじゃう。いやそうなのよ、どう考えてもすぐ諦めるよね、一日に一本やったら。よし諦めよう。確かに帰れんね。帰れんかった時も辛いね。歩いて帰れる距離だったら。そう思ったらペダルはいいね。ペダルで行ける距離だったらさ、多少遠くてももうその何時に来るとか遅延とかないからさ、ペダルいいよ。自分の足とか信号とか次第だから、ね、ペダルによってはみたいな。そうなんよ、自分次第よ。あと信号かな。確かにな、そのペダルによってはね、不測の事態もありますね。場合によってはそうね、お天気によっては真夏とか真冬とか雨とかだと出勤する前にもう一仕事というそんな可能性もあります。時間は気にしなくていいけどね、一本乗り遅れたとかはないから。確かにな。車、そうだね、全てを加味したら車通勤
もう混んでる時はあるけどね、混んでるのをやっぱり考えて早めに出てみたいな。たら渋滞っていうあれがあるけどね、もう全部だね、全部なんかあれだね今皆さんと考えた結果全部いいとこもあるよやっぱりそうそうそう一番はあれじゃない、もう自宅が職場だね、自宅が職場がやっぱり0秒、そしたら運動不足になるかじゃあ分かった、そうだね、あのね徒歩10分、どう徒歩10分もう徒歩10分の職場とかだとね、徒歩10分はとりあえずは歩けると運動にもなると、そしてまあ近いし、雨が降っててもまあね、いけるでしょうという途中にね、まあコンビニとかスーパーがあったらなおよしという、まあ、一番最強なの見つけたわ。もうね、職場を移動させるという そうなっちゃった。一番いいのはそうなったね。横もいいけどね、横なんですとかね、横だったらまあちょっと運動不足かなみたいな。あ、確かにそうだね、近すぎてもさあれなんじゃない、すぐ来て今からすぐ来て、これがあるよ、やばい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 、やっぱり徒歩10分ももしかしたら今から来てくださいがあるかも、やばいよやばいやばいやばいよどうしよう、ね、そうだね、知られなかったらいいけどね、知られなかったらいいけど、でもあんま近すぎたら確かにちょっとなんかいろいろ考えちゃうかも、今横で頑張ってんだなみたいななっちゃうかもしれないし、とかこう休み中の上司とかと、なんだろう、昼休み中の職場の方と鉢合わせとかね、あるかもだからな、やばい、やばい、これもう全部さあれだね、やっぱり全部やっぱりいいとこもありゃっていう、そうなっちゃったね結局
そうなってんだな社会は。社会はそうなっている。うん、そうよ。面白いこの話。成り立ってんだね。勉強になったわ。いや本当、社会と、うん、まあ確かにな、そうだよね。うん、本当だ、この話で盛り上がりました。1万、もうすぐで2000ぐらいいきそう。盛り上がりました。そうなんですよね。話題が面白いな。確かにね。にいつなったのかは。みんなでなんかこう考えるのいいですね。なんかいいですね、この時間。後から考えてみれば、なんでこんなに討論し合ったのかというってなるんだけどね、結局楽しいんですよ。そうそうそう、勉強になった。そう、確かにこのね、そうなんだよね、配信ってやっぱりいろんな方がいるから教えれるよね、いろんな方の。そうなんだよね、なかなかないんだよなこんなこと。そうなのよ、すごいことなのよね。うん。すごいわ。そうなんよ、このルームでありとあらゆる方がいるから。すごい。いやいや、ありがとうございます。集結してるよ、メンバーもね。ほんといろんなとこから集まってきてすごいねって、今こうやって話してて出会えてすごいねって話になるけど、
配信中とかも公演中とかもいろんな場所で思いますね。すごいわ。人生何があるか分からん。本当よ。すごいわ。まとめ。いや本当になぜかこうなんかなんでなんだろうね。なぜかそうなもう今日もうすぐで終わるんですけど、なぜかこう終わりに近づくとなんかまとめに入っていくという。何なんだろうか。まとめにこう入ろうとはしてないんだけど。いやいやありがとう。いやそう。配信まとめはどうしようかしら。この前全然思い出せんくなってさ、なんだっけってなった。たまに朝のメールの配信まとめをちょっとサボってる時あるわ。そうなんよ。そうなんよね。どういうつながりをしたんかはすごいよね。いやいや、ありがとうございます。国民的アニメの話から、なんでどういうつながりなんだろうね。多分私が急にパッて思いついた話題も時々ねあるんだけど、そうだよ、ちゃんとこう思い出してる。ね、面白いよね。いや全然、でも全然何を話そうとか全然考えてない、基本的には。皆さんのコメントあってこそですね。ありがたや、ありがたや。確かに昔の話したわ。ありがとうございます。いやいやいや、
ね、全然どうしよう。まあ、結局食べるんだけどね。配信終わったらちょっとね、ちゃんとなんていうの、チル、リラクゼーション、なんていうんだ、線とね、そう、落ち着かなきゃそうそうそううん、だいぶ落ち着いてきたけどね。配信でゆったり話すことによって、お、読もうかな。つりけんさん、えいちゃん、ももまるくん、かたむつりさん、ぜいちゃん、まいせんさん、こっぺさん、台湾のこうさん、せいやんさん、いぬちゃん、きちねさん、ロックオンさん、オーサムさん、二学期は学級委員さん、フジポンさん、ガッチャン、立花ハヤトさん、ミッドナイトシュガーさん、シンジさん、ユウさん、マサキさん、ケンタロウちゃん、おたて様、ナルカリさん、猫のおかずさん、ユウスケさん、くまきちくまおさん、みかんやさん、らくらくさん、さとけんさん、にのまるさん、ときわさん、えびすさん、はやりんごさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。うん、ありがとう。ひびやん。そう、日々やんね、更新しようと思ってるんだけど、なんか どうしようかなって思ってる。ムビアンどこ行ったんだろう。そう、内容を書けない日とかもあって、でもどうにかこうにか書くことはできるからそう、これ後から分かるっていうのはすごい良かったんだけどさ、その解禁前すぎるやつもあるからどうしようかねって思ってそうなんよね。なんとか書こうか。ムビアンどこ行ったんだろう。確かに丸にしようかな。いいね、丸にするわ。すごいなんかあれだけどね。気になるけど。そうなのよね。どこ行ったんだろう。そうだね。
違う動画を送ってみようかな。それでその違う動画が上がったらむむみたいなね。むむってできますからそれで。いいよね、この位置のハーフツインいいよね。ありがとう。ちょっとゴス折りを着てそうな感じ。まさかの。イエーイ。マジこの髪型、私もこの耳から取ってないだけで結構自分的には良きかもしれん。気に入ってるかもしれん。イエイ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 。ありがとう。今日眠れんかも。そのぐらいの、そう喜んでる。ね、公園ほんと久しぶりだった。いつぶりか。そう、ゆるまきウェーブウェーブ。ありがとねん。そう、やっと。あとはそう、いろんな予約もよろしくでございます。おやすみなさーい。ありがとう。またねん。またね、またね。おやすみなさーい。バイバーイ。